待ちぼうけだよ。彼女がね、聞きたいことがあるんだって。彼女というと、その影女だったのか。しかも知らない相手じゃないよ。ほら見せてあげて。ユール、ここにはあなたが会いたい人がいる。あなたの仲間たち。あれれ、あれあれ、見た？誰もあなたに手を差し伸べることができない。あなたの本当の思いに気づいていても、助けたくても助けられない。誰にも助けを求める気はない。そう、解放者さんは一人で世界を救うつもりね。仲間はいらない、家族もいらない。だからセラもいなくなったのよ。たわごとか。あなたは魂の解放者。終わりゆく世界をさまよう魂を導いて、新しい世界に導く人。けれどもセラは救えない。あなたには彼女の魂が見えていないから。あなたに聞きたい。セラを助けるために神と戦える。人の力では決して倒せない神、ブーニ・ベルゼト。人の力が通じなければ別の力にかけるさ。最悪差し違えて倒す。あなたでは救えないよ。セラだけじゃない、誰も救えない。あなた自身が救われていないから。あの子はね、本当のことしか言わないよ。そうだろうな、お前と違って。どうやら私に何か足りないらしい。それが何か本当にわからないの？絶望的だね。自分のことさえ見えてない。この世を滑る全能の神様と賭けをしてるのに、よくもまあそこまで鈍感ですこと。じゃあ何が足りないと言うんだ。さっさと教えてくれ。自分で気づいて認めなければ意味がないのよ、こういうことは。私が自分さえ救えないだと。何でもない、大丈夫だ。でも気にするなと言っている。心配させたなら謝る。いいですよ、謝罪なんて。ライトさんに異常がなければそれでいいんです。バレちゃいましたね。闇を払う聖なる輝きに感謝の祈りを捧げましょう。
ようこそ。またのお越しを。おぞましい事件も